イコノロジーあるいは図像解釈学は図像を記述、解釈する技術だが、特に20世紀の美術史学において、図像を生み出した社会や文化全体と関連づけて、解釈するために発展した研究手法を指す。ギリシア語のエコンとロゴスを語源とする言葉で、古代には著名人の肖像画を同定、叙述する技術を意味していた。西欧中世では、寓意、象徴といった抽象的な観念を図像によって表現するための技術として体系化された。現在の図像解釈学の端緒は美術史家バールブルクが1912年に発表した15世紀イタリア美術についての研究報告とされるが、本格的に体系化されたのはパノフスキーの研究においてである。彼はカッシーラーの象徴形式の哲学に大きな影響を受け、より精密で普遍的に応用し得るイコノロジーを提案した。パノフスキーのイコノロジーの基礎となった論文は、ドイツ語で書かれた造形芸術作品の記述と内容解釈の問題である。パノフスキーがナチズムから逃れてアメリカに移住して後修正が加えられ、イコノロジー研究に序論として英語で収められた。パノフスキーのイコノロジーは美術作品の外形ではなく、作品の主題、意味を取り扱う。パノフスキーによると、一つの作品は、ある意味を担う一種の言語とみなされるが、その意味には三つの層、3ストレータがある。メランコリア、アイコノロジーの方法論は20世紀の美術史学を方向づけた一方で、発表当初から様々な批判にさらされてきた。バールブルク研究所の伝統を継いだゴンブリッチは、パノフスキーの想定している絵画の意味の3つの層のすべてが論理的には破綻し得ると指摘している。しかしゴンブリッチはこのようなイコノロジー的手法の限界を認識しながらも一次資料の厳密な調査によって依然として美術史研究に適用し得ると述べていた。アルブレヒト・ドゥラー、クリストアズ・ザ・マン・オブ・ソローズより厳しい批判が近年フランスの美術史家ジョルジュ・ディディ・ユベルマンによって行われている。ディディ=ユベルマンは、主張の一つ、イメージの前でにおいて、まさにパノフスキーによるメランコリアー解釈を例にとって、パノフスキー流の見方が完全に成り立つ一方、この版画が制作された当時に広まっていた、座り込みつら杖をついた姿勢で表現されるメランコリー的キリストの図像に版を取ったとする解釈も同様に成り立つと指摘する。これは、図像というものが解釈の複数性を免れないにもかかわらず、パノフスキーのイコノロジーに従うと、その可能性を切り詰めて一つの解釈だけを選び取ってしまうという批判だった。またディディ=ユベルマンは、パノフスキーの考える意味という概念そのものについても疑念を示している。何をもって意味と考えるべきかは全く自明ではなく、芸術作品には意味作用しか存在しないかのような前提も自明ではないという批判である。日本の美術史や岡田敦史も同様の文脈でパノフスキーが絵の中のイメージを何らかの思想内容を運ぶ媒体でしかないかのように扱っていると批判している。この他にもイコノロジーは作品の意味だけに研究対象を限定することで様式や個人的表現としての芸術を無視する、イコノロジー的縮小に過ぎないとか、逆に全てが何かを象徴すると考える、過剰解釈を生んだ、などとも批判された。近年ではイコノロジーに代わる方法論として、イコニークや美術史的解釈学などが提案されているが、決定打はなく、現在でもイコノロジーは美術史学にとって様式論と並ぶ主要な方法論であり続けている。イコノロジー・アイコノロジー。言バンク。ブリタニカ国際大百科事典小項目辞典。2019年8月23日閲覧。シルビア・フェレッティ、カッシーラー、パノフスキー&ワールブルグ、シンボル、アート&ヒストリー、イエールアップ、1989、エルヴィン・パノフスキー、序論、このメランコリアーの解釈例は、以下を参照。アーウィン・パノフスキー、アルブレヒト・デューラー中森吉宗、清水忠役、日報出版社、1984、ピアニッシモ、157から172、若くは緑、イメージを読む、美術史入門千曲書房、千曲学芸文庫、2005、ピアニッシモ、155から197、猪野信之、イコノロジー、ゴンブリッジ、イコノロジーの目的と限界、鈴木時子役は、後者へと高められて置き換えられてこそ、真に意義あるものとなるという大前提が暗黙のうちで、イコノロジーという方法を支えているのです。ヤン・ビアオストツキ、イコノグラフィハットマックス・イムダル、ジョットー・アリーナ・フレスケン、イコナラフィー、イコナラジー、イコニック、アウフ、3、ミュンヘン、ヴィルヘルム・フィンク、1980、三木順子、継承という経験、絵画、意味、解釈継承書房、2002年、オスカー・ボーチマン、アインフターニ・インダイ・カンストガシドリーチ・ハーマニューティック、大オースルガング・フォン・ビルダーン、アウフ、5、ベルリン、WBG、2001。ありがとうございます。